どうも松です。今回はですね、フェイスストレッチを紹介していきたいと思います。で、フェイスストレッチは何かというと、今ですね、アメリカのお医者さんだったり美容家で顔痩せにすごい効果があるって話題になっているものなんですけど、今回はそのフェイスストレッチのやり方と効果を教えていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、でまず最初のやり方なんですけど、最初はこの口をこんな感じに下に下げます。まあ、お猿さんみたいな感じですね。で、これをすることによってここの口輪筋を下に伸ばすことによって、口元の引き締め効果と口元をすっきりさせる効果、あとは口周りの老廃物を流す効果があります。で、これをして上を向きます。で、この時にまあ首にもストレッチがかかってて、そうするとこの首から下のリンパが流れるようになります。で、同時に思いっきり目を上に広げます。そうすると眼輪筋がね、思いっきり広がってて、そして前頭筋も上に上がってるんですけど、こちらのまあ効果に関してはデカ目効果があります。そして目を上に向けます。そうすることによって目を上に上げた方が眼輪筋と前頭筋をより上にストレッチをかけることができます。で、最終的にどういう風になるかというと、この状態です。で、実際にまあ今の効果と別に表情筋全体を使ってるので、それがまあ顔痩せを生み出す効果となっております。それでは早速やっていきましょう。はい、そしたら次はですね、まあ、今のとやり方は同じなんですけど、それに加えておでこを押さえて目を広げる運動に抵抗を加えるように下に圧を加えます。で、これも30秒行っていきます。ではやっていきます。はい、そしたら次のやり方はですね、手を組みます。で、前に伸ばして横にずらして、で、顔も横にずらします。で、この時にここの胸鎖乳突筋にストレッチがかかっているようにしてください。そしてこの状態で口を思いっきりうーってします。はい、で、今の効果としては胸鎖乳突筋にストレッチをかけることによって顔のむくみが取れたり、顔がむくみにくくなる。そしてうってやってる効果としては、ここの、まあ、後頸筋にもストレッチがかかっておりまして、そうすると二重顎だったりこのフェイスラインが綺麗になる効果があります。で、これはもう30秒やっていきます。それではやっていきましょう。はい、そしたら次はですね、手で頭を押さえます。で、押さえた方の手に首をかしげて、下をストレッチをかけてる方の下に向けて出します。で、この時に下を思いっきり出してください。で、これの効果としてはこの舌骨筋、
まあ、舌の筋肉を鍛える効果があります。で、舌の筋肉を鍛えることによって小顔効果、顔痩せ効果、そして噛み合わせを整える効果があります。で、僕の動画を普段からまあよく見ている方たちだったら分かると思うんですけど、やっぱりまあ舌を鍛えるのがすごいまあ大事 で、それをまあストレッチメニューに取り入れることによってさらに小顔効果だったりリフトアップ効果なども期待できると思います。で、これも30秒ずつやっていきます。ではやっていきましょう。はい、で次はですね、口角を上げます。で、口角を上げて舌をですね、このように左右に今みたいな感じで動かします。で、これの効果としては口角を上げてるのを、まあ、1分間キープするのでリフトアップ効果、そしてフェイスラインをスッキリさせる効果と同時に、やっぱりまあ舌骨筋を鍛えている効果があります。ではこれもやっていきましょう。はい、では最後はですね、これです。はい、で、これの効果としては頬周りの筋肉を鍛えるのと、この口周りの口輪筋の筋肉を鍛えている効果があります。で、こちらに関しては特に笑った時に頬周りに脂肪がつきやすい方に効果的なやり方です。ではこちらもやっていきましょう。はい、で、今のがですね、フェイスストレッチのやり方です。で、やってみてわかると思うんですけど、ストレッチをかけつつ、で、表情筋トレーニングをまあ同時にやってるまあ状態になっておりまして、まあ、そっちの方が効率よくね、顔痩せができると思いますし、まあ、最初にも言ったんですけど、実際にアメリカのまあお医者さんだったり、美容家がおすすめするぐらいのまあ効果は期待できると思いますので、まあ、早くですね、顔痩せをしたいっていう方は、ぜひ試してやってみてください。
では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、そしてコメントの方もお願いします。あとインスタグラム、TikTok、Twitter のフォローもお願いします。ではまた。